映画、ヒロイン失格に出演する桐谷美玲そんな彼女が支持される理由について今回は見ていきたいと思います女優にモデルキャスターまで桐谷美玲が支持され続ける理由とは女優やモデルニュース番組「ニュ e スゼロのキャスターとしても活躍する桐谷美玲そんな彼女が芸能生活10年目を迎えたそれでも 今なお絶大な人気を誇る桐谷美玲が支持され続けるわけとは理由に迫りたいと思います。女優やモデル、ニュース番組「ニュースゼロ」日本テレビ系のキャスターとしても活躍する桐谷美玲。桐谷美玲。本名、松岡さやしゃ。生年月日、1989年12月16日。年齢、24歳。 出生地千葉県身長 163.5cm 血液型 A 型活動期間2006年デビューしたのは2005年の高校1年生の時千葉県ナンバーワン美少女としてスカウトされた2006年吉祥天女などのテレビドラマに立て続けに出演し 女子中高生向け雑誌「セブンティーン」「集英社」の専属モデルになる。世界で美しい顔100人では日本人最高位を獲得するなど世界が注目する美貌。2012年も初ランクインで日本人最高位の12位に選出された。映画、ドラマ、CM、舞台などで活躍中。現在は報道番組のキャスターも務めると。 活躍は多岐にわたる女優とモデル業をこなす桐谷美玲さんですがニュース番組日本テレビ系列「ニュースゼロ」のキャスターとしても活動また芝居やモデルで見ている美玲ちゃんではなくキャスターとして新鮮な姿が見れて可愛いいなど評判も声優にも挑戦映画「逆転裁判」やテレビドラマ「13歳のハローワーク」テレビ朝日系など 多数の作品でヒロインを務める女優の桐谷美玲がゲスト声優として参加した2012年4月14日公開の劇場版「名探偵コナン11人目のストライカー」において声優デビューもしているまた CM でも見かけない日がないほどの活躍「ホームメイト」の CM をはじめ「ジェットスター」「キャノン」「昴生」など 共に12社に起用され見かけない日がないほどの活躍爽やかさと清純さを併せ持った雰囲気とブランドイメージが合致するということから起用された桐谷は新 CM に出演2014上半期 CM 起用者数ランキングでは女優の有村花淳と桐谷美玲が12社で揃って初の首位を獲得もちろん本業のモデルでも 若者から絶大な支持を得ている。カリスマモデルとして活躍見ているこちらが思わず心配になってしまうほどスラッとしたスタイルの持ち主でファッションショーでは黄色い声が飛び交っている雑誌では自慢のスタイルを活かしてかわいいかっこいいコーディネートを着こなしています桐谷美玲のスタイルに憧れる女子が多数 そんな桐谷美玲が支持され続ける訳とはモデル女優キャスターと幅広く活躍する桐谷美玲が支持され続ける訳とはデビュー10年目を迎えた現在の心境を告白それは彼女の努力とストイックな部分に共感されるからだ仕事に対してとっても真面目でニュースキャスターに選ばれた時は毎日新聞を読み アナウンススクールに通って発声練習や原稿の読み方などを教えてもらい準備に余念がない多忙を極める中2年の休学を経て7年かけ大学を卒業中退する芸能人が多い中卒業まで通い続けた桐谷美玲の努力がうかがえるシェイプアップというよりはきれいな体を作ってラインがきれいに見えるようにトレーニングしています 雑誌で可愛い服やコスメ可愛い人をたくさん見るようにしています可愛いをたくさん見てると気分が上がるからとよしを保つために日頃から言っていることを明かしたトレーニングも欠かさない自身のブログでもジムでのトレーニングの様子を更新しているピエの意識の高さとストイックさが際立ちますねジムに行けば個人トレーナー指導の元腹筋 背筋、内転筋などを2時間ぐらいかけてみっちり鍛えています。と告白毎日欠かさずしていることとして左右を紹介新陳代謝を高めるのでダイエット効果や殺菌作用があるので肌トラブルにも入浴は1時間桐谷美玲の美貌の秘訣がどうやら独特の入浴法にもあるよう 彼女の入浴法ですが、どうやら42度と、ちょっと、厚めのお湯に1時間入るそうですよ。こういった努力が、桐谷美玲の人気を支えている。